はようございます、ありがとうございます、おはようございます、ミルクさんおはようございます、皆様おはようございます。今日は12月9日木曜日です。もう刻々と年が暮れてきますね。真っ暗っていうか、まあちょっとね、ちょっとでもすごい雨はなんか止んだっぽいですね。結構昨日一日降っててね、皆様のところはいかがでしたでしょうかね。なんかまあそんな感じですね。特になんかないですけど、あのね人をこうあれしたりするとやっぱりお天気がね気になるところでね、昨日は全然人来ない日だったんでよかったなっていう感じですね。それではちょっとやっぱりもう先に行きたいと思います、本日のよろしくお願いします。じゃあ行きますね。
ございました。あ、おはようございます。あのちょっとね、ちょっと許したみたいな、ちょっと許したっていうか、あのちょっとだけね、あんまりこれ以上はあのこれ以上は来ないようにっていうか、あのねぐらいにしましたね。あのぐらい、あのはいね、あのあそう、よくよくご存知で、あのそうなんですけどね、あのあそう、あの即興、今日はやっぱりなんかちょっと全然違うんですよね、ピアノがね。あの普通の弾く時よりもなんかこう自由というか、決まりがないので、あの今日のピアニやよいさん、ごめんなさいね、ちゃんと言わん、サルルさんのコメ、あの後で分かんなくなったんですね、これ見えないからね。あのサルルさんはあの素敵でしたって言ってくださって、クリスマスソング清子の夜入ってましたよねっておっしゃってくださって、入ってたってか出てきちゃったんですよ。それで、やよいさんは今日のピアニーノはクリスマス気分だったんですかって言うんですけど、まさにあの今日また人が来るので、 10人ぐらい来るのかな、なのでピアニーノ的には、あの 私的にはもう全くスタンバイ OK じゃないんですけど、ピアニーノはもうなんかもうすでにそういうモードにお入りになってたようですね。なんかやっぱりあのピアニーノが慣れてきましたね。なんかなんて言うんでしょうね、面白いんですけど、これ調律のことしか通じない話なんだけど、やっぱりなんかこう自覚が生まれたようで、自分でやることはこれなんだなみたいな、あの最初来た時のあの心もとない感じから比べると、なんかそう、なんていうのかな、役割分かってるみたいな感じで、あのちゃんと合わせてくるみたいな、でなんかだからすごいなんかくるあの前とかだと本当になんかすごいあの変なになっちゃったとか言って呼んだりとかしてたんですけど、すごい安定してて、で今日とかは、前回から今日とかはあのもうあのなしで大丈夫なんじゃないみたいな感じで、あのなしで大丈夫どころか、もう自らなんかちょっともうクリスマスみたいな感じですね。なのでなんかやっぱり、ああだから即興やろうかなって、今日はそっちもって言ったんで、あのやりたいですって言ってるんでしょうね、きっとピアニーノがね、っていうことでなんか合意したので、あのちょっとね、だから意外でしたね、そのあのこれをまずオンラインでやるっていうのもあんまり全く思ってなかったけど、またこれで、あの即興をやるとは思わなかったんですね、もう全く。あのそういうなんかあれがなかった、あのアイディアっていうか、それであのね、この瞑想とかになったんで、あのピアニーノ楽しいんだねってサルルさんが、そうなんですよ、生きてるんですよ。それでなんか瞑想とかをやることにならなかったら、こっちで即興やるっていうなんか頭はないっていうか、でもやっぱりなんかあの実はこの瞑想するのやり始めた時に、これを修復してくださった、本当になんか お母さんみたいな、ピアニーノのお母さんみたいな、その和田アキ子さんって方がそれ聞いて、いやなんかもしかしたらこれピアニーノが一番やりたいことだったんじゃないですかみたいな、私は逆にそんななんか邪道なことやってって怒られるかなと思ったら、そう言ってくださって、まあ、それはきっとなんかその良くなるからだと思うんで、良くなるっていうか、その即興の方が、それはなんかまあ分かんない、なんか分かんないけど、決まったやつに、まあここまでね180歳とかなっちゃうと、もう個性も個性になってきちゃって、
型にはまるの結構なんかもう自由なのかもしれないですね、なんかね。でもまあそれはそれでね、なんかあのちゃんとあの楽しくやってるんですけど、多分賛美歌とか、そう賛美歌とかなんか声が聞こえてくる感じしますけどね。なのでまあそうなんですけど、そうですね、なんかそんな感じがしましたね今日。この間よりまた今日のがもうちょっとなんかちょっと感を取り戻したかもしれないですね、なんかね。でもそうだからとか言って、そのこのなんか今までのと今回のの一番の違いは、朝にこれが入ってるっていうことなんですよね。で朝にこれが、この朝のライブ配信とかなかった頃にやってたので、で即興とかもなかったんで、それで朝にこれやるということは、ここのなんかセッティングが一応そのまあここにスマホ置くとかだけだけど、でもまあ一応なんかとかなんかいろいろそのもうホームコンサート仕様にやりっぱなしにしといてこの部屋みたいなのが、なんかその移動が入るなみたいな感じだったんだけど、でもやっぱりなんかこっちの方がいいような、なんかなんて これが普通みたいになって、こっちがなんかデフォルトみたいな、なんかもうピアニーの毎朝こうスタンバイ OK になってるんで、なんかその延長でその普通な感じになってきましたかね、そのね。何なんだろうこれ、ちょっとまた検証したいですけど、どういうことなんだろうこの普通な感じ、なんかだから日常なのかもしれないですね、このそれに向けて気合を入れて、なんかこうなんていうのかな、実力以上のなんかを一発で狙うと、その後もうその揺り戻しっていうか、すごい疲れるっていうか、その上げるから落ちるじゃないですか。それがなんかもう、こう普通っていうか、普通でいいやっていう感じに、それがちょっといいのかどうか分かんないですけどね、なんかそんな感じですかね、今日のピアニーノからの考察みたいな感じですね。でなんかあんまりまた言うことないと、もうちょっとまた日記になっちゃうっていうかなんですけど、昨日ね、野田マップの野田マップチケット取れないんですよ、異常に野田秀樹さんの。それがなんか私別に何にもあんまりまあいいやっていうか、そこまで気合い入れてなかったけど、たまたまその申し込み時期にタイミングがあって、でなんかで申し込めるだけいろんなピアとかいろんなとこからね、ローソンとかいろんなとこからあとそれに登録してるやつとかからやったら1枚だけ当たって、でそれが昨日だったんですよね。それであんまり、ね、別にそのネタバレとか、まあ、行く方いないと思うけど、ザ・ビーっていうやつで、私はこれ再演なんだけど知らなくって、でやっぱりなんかめちゃくちゃ面白かったんですけど、ちょっともう本当に独特すぎて、でもまた今まで見てたやつとは全然違う野田マップですごいなんかまた違う全然違うやつだったんですよ。それでなんでかって言ったら、これはね2012年かな、なんかその9.11 の後なんだけど、この方とかいろんな蜷川さんとかみんなロンドンとか外国でかなりこうもう評価されてるって受け入れられてるけれど、そういうのは大体その日本語で字幕をつけるとかそういうのだったんだから、日本でやったやつ、日本でもしっかり完成されてるやつを向こうに持ってくってやつだったんだけど、これはイギリスが先なんですよ。それで先にイギリス英語で作って、
それでなんかそっから日本にもちょっと間違ってたら大変だけど、まあそんなような、とにかくそれでなんかなのでこの人のってなんか私ちょっとあんまり詳しくなくて適当なこと言うとあれだけど、そのワークショップがすごいんですよね。ちょっとそういう素人っぽい方、その俳優さんとかを選んだ後にものすごいこう独特のっていうか、その彼が編み出したいろんなこう身体能力、だから多分それこそその思うにこの人天才なんで、いや天才なんですけど、その言葉をね、言葉を話す、体を使って表現するっていうことじゃないですか、俳優さんって。それでその時に言葉と体がバラバラだったらって可能じゃない、普通の役をやってなければ、まあ、思ったことが出るとか一応は一致する、または、まあ、あえて一致させないとか、いろんなあと心にもないことを言うとかいろいろありますけど、じゃなくて役をやるとすると言葉だけ頭で覚えて、で抑揚をつけて、それでなんていうのかな、テクニックっていうかこうね、考えてそれっぽい、なんかこういう時にはこういう感じでこういうこうでこうでこうでっていうこともまあきっとできるけど、それってなんか生きた肉体とその人の命とつながってないじゃないですか。で素人の私が見てもたまになんかそういうやつって上手いけど心が動かないってやつ、まあ、音楽でもそうですよね。上手いけど感動しない、点数はつけるけどね、心は動かないっていうか、鳥肌立たないっていうか、そういうのってあるけど、だから それの真逆っていうか、もう本当になんかこう身体的なワークショップをものすごいやって、こういうパンフレットとかいつも読んでると、それでそこの中から言葉を生み出していったり、だから本当にこう役者さんの魂のもっと先からセリフがポンって出る状態まで持っていくみたいなことをやってる人たちだ。みんなどこもそうではあると思うんですけど、またそれが特にこう独自のなんかいろんなあれがあるんだと思うんですけど、だからその向こうにイギリスに行って、それでそのワークショップをすごいやって、もちろん英語でね、それでその中から、ね、野田さんが日本語の人だから、よくありがちだけど、例えば向こうのをこっちに持ってきた時になんか向こうではめっちゃ笑えたことが翻訳すると笑えなくなっちゃうとか、なんか感動がちょっとずれちゃうとか、そういうのをできる限りこう避けたいために、こっちの言葉を向こうの言葉に変えるんじゃなくて、ダイレクトに向こうから生まれる英語っていうので、なんか実験でやったやつ、作ったやつなんですってみたいな、でなんかすごい評価されたんですよ。で本当になんかだからテイストが違うのかも、なんか英語っぽいのかもしれない。それをなんか昨日は阿部サダヲさんと長澤まさみさんと、なんて言うんだろう、これ高知大和さんって、私シェイクスピアとかでよく見る人なんですけど、この高知大和さんっていう人と、あと、カビラジエさんっていうのだっけ、ね、よくいる方ね、方この頃よくね舞台出ますけど、そのたった4人で、それでほとんどね、野田さんのって紙を使う、ね、だから多分日本のね、日本って日本の分かんないですけど、日本の誇れるものって一つこう和紙とかあるじゃないですか。多分そういう、だからやっぱり
日本人とし日本のなんていうのかな、その強みっていうか、そこを追求ってこともあるのかもしれないなって、わかんないけど思うんだけど、あの舞台のサイズの巨大な紙とかしょっちゅうだから、それを折り紙みたいにしながらセットにしていくとか、そこに穴開けてドアになったりとか、そういうのよくあるけど、今回もそれで本当に使い方が上手なんだけど、あと鉛筆、まあ詳しくは言えないけど、もうそういうのだけであの場面をね表現し、めちゃくちゃ臨場感があるの、なんていうのかな、そういうセットでね、それであのやっぱとにかくリズムが、もともとそうだけど、あのこれは何て言ったか、10秒に1回は何かが起きるって言いましたけど、本当にそのだからこうやってる人はもう本当に大変だと思うんですけど、なんかねすごいあのこれ英語で見たいなって思いましたけどね、あのだから本当にこう運動神経がいる、身体能力がいる、運動神経って何て言うのかな、早く走れるとかそういうのではなく、あそういうのもあるかもしれないけど、なんて言うんだろう、反射神経っていうか、反射神経かな、なんかだからなんか素晴らしいんですよね、俳優さんたちがもうすごすぎる、うんと思う、楽しく面白かったです。なって短く70分で休憩なしなんですけど、まあちょっとねなんか人間のなんかこうなんていうのかな、怖いところっていうか、だから本当にメッセージ性もあるあるっていうか、それもねすごいんですけどねそうですね、そうなんですよね、なので面白かったですね、あのでなんかやっぱり英語、私英語結構ね好きっていうか、英語いいな、やっぱり英語ってなんか英語一個あればどこでも住めるじゃないですか、とかあとほとんどの人とコミュニケーションが取れる、まあ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 取れるけど、もうだけどなんかね、それでなんかやれるって本当にすごいですよね当たり前だけどとかね思いますね、なんかねそんな感じでしたね昨日はね。だからなんかあれも買っちゃった、これ英語の脚本も買ったけど、やっぱりねなんかこう天才なんですよね。だからもう先になんかこう一人先に見えちゃってて、でなんかこうで諦めないで、そのなんか自分が見えたものを、自分だけ見えてて終わりじゃなくって、まあそれじゃつまんないし、そこでね大変な労力を使ってみんなにそれを教えてっていうか、共有してるくれるところまでみんなをこう引っ張っていって、それでだからまず自分がなんか見えて、でなんか言いたいこととか、それはやっぱりなんかやっぱりなんかね、すごい昨日のはおちゃらけてないけど、すごい軽くてふざけてるようだけど、だからこそっていうか、もう一回回ってそうなってて、本当にこう見えてる、その世界が見えてて、今どうなってるとかも見えてて、それでそこにそのなんかでもそういうの感じること多いけど、その例えば政治家とかそういう人はダイレクトにそのなんか世界を変えようとかなんか良くしようってしてるんでしょうけど、多分だけど見てると、その最先端で表現してる人とか、昨日の野田さんとかもそうだし、そのいろんなそういうダンスの人もそうだないろんな画家の人もやっぱりなんかそう天才の人ってもう見えてるから、世界が見えてるから、その中で絶望しないで、一回するかもしれないけど、その人のだから言葉でなんとかダメですよとか、
ここ戦うのやめてくれとか言ったって、そんなので聞くようだったらもうとっくにそんなの終わってるから、その遠回りなようだけど、そのなんかピンポイントで急所をつくみたいな感じで、その世の中に疑問を投げかけるとか、メッセージっていうか、その警告を発するとか、やっぱりそういうものすごい自覚を持って、だけどそれはもう奥の奥で見えないようになってて、でなんかこのでそのなんていうのかな、その理念じゃないけど、そういうのをまず周りの、いや演劇だったら役者さんたちにまずそこまでこう引っ張るっていうか、こう自分と同じところまでこう教えてっていうか、一緒にこうやって、そしたらそのチームで今度はお客さんに向けて、でみんなで同じこうなんていうのかな、共有したそのねなんかででやっていって、やっぱ渦を作っていくんだろうなと思って、なんか壮大なことやってるので、それをまたね、例えば外国で、これなんか英語で先に作ってるやつだから、外国で、そしたらだからそのもう全然軽々国境とか越えた壁がないんですよ。その 何人が敵とか言ってる時点でもう死ぬほど嫌だって私は思いますけど、だからそのすごいなって思うんですよね、そういう人たちって。なんかでそれこそそのチケットがこんなに取れないっていう、たまたま1枚当たってラッキーみたいな感じってことは、もう本当にすごい渦を野田さん中心で、みんなそれぞれそうだけど、いろんな世界でそういう人いるけど、ロックの人だってそうですよ、その人中心で、でその渦を作っていってって言ったら、そこに巻き込まれた若い人たちは、そんな政治家の言うことなんてもう耳バジ豆腐かもしれないけど、そっからなんか分かんないけど、しかもダイレクトじゃないけど、なんか感じる、ああ怖いなとか、このまま行ったら世界は怖いなとか、ゾゾゾゾゾっていうのは本当に深く入るじゃないですか。それでそういう人をこう大量にこうなんかこう種を植えていくみたいなことをしてるんだなっていうのが、昨日なんかちょっと見えたって感じがして、すごいなって思いましたね。なんかそしてやっぱりみんなやるように、みんな日本で成功した人が、でそのそういう志ある日本で成功した人はやっぱり英語の壁だから、そこを越えられた人は一気にまたね、全然そのメッセージが海を越えるじゃないですか。だからなんかそのなのと、これを理解する、まあ欧米の人ってやっぱりこれっていうか、これは英語からだから、昨日のね B ってやつね、これはでも結構そのあれです、湾岸戦争じゃなくて9.11 の後だったんで、ちょっとこの内容と生々しすぎて、そういう話ではないけど、全然ね生々しすぎて賛否両論だったようだけど、でも物議を醸すってとんでもない力だから、まあ基本無視ですよね力がないものは。だからすごい、でもそれ今はもうすごい、これももうめっちゃ評価されてるけど、だけどこうそういうんじゃない、例えば蜷川さんのとかとか、あそれ三階塾とか、なんかこう日本の人しか分かんないんじゃないみたいなのが多分こっちのおごりなんでしょうけど、本当に食い入るように向こうの人が引き込まれるっていうのを、三階塾ではないけど、そのパリ行った時にいろんなそういう東洋のこう
東洋のトップ級のエンタメを向こうに持ってった時にそのままやって、あのみんな食い入るように、あの引き込まれてて、なんか感動してるっていうことは、やっぱり本物はあのそれだけ力があるっていうことなんだろうなって思いますけどね。でも確かにあのシェイクスピアの、あ、それこそ昨日言ってた夏の夜の夢を、あの最初に私が見たのそれで、すごい前だけど、しかもなんかシェイクスピアカンパニーっていうんだっけ、向こうのその一番老舗のっていうか、あのシェイクスピアだけを、しかもその一番こう正当な歌舞伎みたいにやってるやつが日本に来た時にあの見たんだけど、何にも分かんなかったけど、めちゃくちゃ感動したんです。その洗練、そのセットの美しさと、それから分かり、なんかね、それはね、なんか、月が、あれ何、3日半ぐらいにわたる話だったかな、んかね、月があの常にあって、それが移動することでなんかね、すごい分かりやすくなってたのと、あとそのとにかく英語が美しい、あの音楽だと思って聞いてても美しいっていうか、しかもなんか伝わるみたいな、やっぱこれはすごいなって、歌舞伎というか、歌舞伎とかお能とかそういうぐらいのなんか深いなんかがあるやつだなって思いましたけど、だからつまりそういうのが分かるってことは逆もしかりってことではあるけれどとかね、いろいろなんか思いますよね。そうなんですよね、そうなんですよ、芝居なんかこう戻っちゃうけどね、そうですね、うん、そうですね、あの何だったっけ、そうでも、英語ちょっと、でもなんかあのなんかどうでもいいけどなんかあのどうでもいいっていうか、今朝なんか勝間和代さんのなんかが見えて、あの なんでだろう、そしたらなんかあの学ぶ話、あの人めっちゃ学ぶ人だから、なんかもう人生100年時代だから、もうどんどん学んでいかなきゃみたいなことを書いてて、それで、あのでもとにかくあの基本はとにかく楽しくなきゃダメだと、楽しく学ぶっていうことに、あのもうあのなんていうの、あのなんていうのかな、一点集中じゃないけど、どうやったら楽しく学べるかっていうか、もうその楽しい方向じゃないと絶対学べないからっていうのをすごい強調してて、本当にそうだなと。だからそのなんかそのゴールだけ、ゴールまで行けば楽しいっていうんじゃなくって、プロセス自体を楽しくしないと絶対学べませんよって言ってて、そりゃそうだなって。だからもう楽しくない本はもう読まなくていいとそんな時間があったら、楽しくないっていうのは、そのなんていうのかな、別にエンターテインメントっていう意味じゃなくても、自分がなんかこう興味を持てなかったらやっても意味ないよって言ってましたけど、そういう意味でなんかあの語学って楽しくないですみたいな。だから私は結構なんかできないけど、あのやってるのが好きっていうか、その話すのが好きっていうか、なんだか分かんないけど、だからなんかやっぱり、あ、ちゃんとやりたいなってね、思いますね。なんかなんちゃってだとちょいなんかバカにされた感じのまま一生いくみたいな感じですよね、なんかね、とか思いましたね。だからその野田さんとかだって、それをチャレンジしたのがもう50過ぎてからだって言ってたんで、別にね、年は理由になんないですよね、とか思います。でしかも今あのネットで世界が狭いから、別に行けなくてもあの話せたらいいことはいっぱいあるはずって言って、やんないんですけど、言ってるだけなんだけど、まあって感じですね。ということで、やっぱ英語が一番手っ取り早いですよ。いろんな、なんかネパール行った時はネパール語がやりたくなって、なんとなくこうずっと聞いてると、ちょっとところどころちょっと分かってくるじゃないですか。そうするとなんかやりたくなって、一回そういうのちょっと集めたんだけど、でもなんかこうネパール行った時しか使えないし、別にネパール住まないしと思って、なんかやめましたけど、
まあね、あの趣味だったとか、英語がもともとある人は趣味でいっぱい増やせばいいんですよねとか思いますけどね。まあね、そんな感じですかね。あ、でもなんかあれです、確かなんかいいらしい、なんか別にそれできるようにならなくても、脳にいいっていうか、多分なんだったっけ、なんか聞いたことがある、現実創造のなんかを脳を作るかなんか忘れちゃったけど、言葉には何ていうのかな、なんだった言葉に、多分この形骸化された言葉、言葉だけをこう表面だけペラペラ使っちゃうと、言葉に魂乗らないっていうか、力が乗らないっていうか、それで言葉によって現実が想像できない言葉しか使えなくなっちゃうっていう話を多分聞いた時に、違ってたらごめんなさいなんだけど、時にバイリンとか3なんていうの3つとか、なんトリリンガルっていうんだっけ、なんかとか、もっと4つ5つっていう人の方が有利だっていうのは、いちいち、だから何かそのものがあって、言い表したいものがあって、それは、言葉じゃなくてそっちが本当で、それを言い表すことは何種類もあるっていうか、当たり前だけど、そのいろんなこと、いろんな言語でそれを言えるっていう、なんかのに脳がなってると、いちいちこう多分立ちも、あの本なんていうの、その根っこのところに立ち戻るのかな、そこら辺ちょっともう一回ちゃんとちょっとあれしてからじゃあ言いますね、それね。なんかあのそういう話を聞いたことがあって、だからあ、じゃあ別にできるようにならなくてもやっていいんだってすごい思ったんですよ、その時にね。なんかでも確かに、なんかあのあれみたいになる、あのその言葉に、あ、でもなんかわかるかな、言葉に、あの吉本バナナさんのお父さんが言ってる、私がいつも好きな言葉で、その原始人が生まれて初めて、あのどうしても何かを伝えたい、仲間に伝えたいっていう、もう感動して鳥肌でっていうか、そしてっていう時に、その言葉という概念がなかったけど、もうやむにやまれず衝動として、なんか例えば野生動物のうなり声みたいな感じで、もう腹の底から音が出てきてしまったっていうのが、あの言葉のその最初、言葉が誕生した時だとすると、やっぱりそういう風に言葉を出せば、あの言葉に力が宿るっていうか、そうじゃない言葉は、吉本龍明さん、高明さん、あの方は、それそうじゃない言葉は言葉じゃないみたいな感じのことを、なんか遺言みたいに言ってた、すごい印象的な、なんかがあったんで、テレビのなんか番組があったんですけど、それじゃないけど、その外国語喋る時ってそうなるじゃないですか、うって、あの原始人みたいに、これはなんだみたいな、日本語だったら頭にあるけどっていう時に、なんか何かは、あの日本語ペラペラ喋ってる時には使わない脳のどっかが、あのめっちゃこう動かされるっていうのは、なんかわかるような気もしますけどね。なんかね、やっぱりなんか、なので、昨日なんかまた英語やりたい熱がみたいな感じですね、っていうところですかね。英語で見たいって、別に英語で見たいっていうか、でも英語で見たら、でも英語で作ってるから、もっとなんか言葉のこうキャッチボールがすごいんじゃないかな。まあ日本語でも相当すごい、まあでもそれ同じにこっちからそっちってやってるから、英語から日本語やってるから、そうですよね、本当になんかすごいなって思いましたっていう話でした。コメントありがとうございます。渦の例え分かります、ヨシさんがおっしゃってくださってて、だからやっぱりなんかそういうなんかメジャーみたいのって
たまにいないかな、たまになんかこう皮肉っていうかバカにするとか言う人いるけど、でも結果は結果でやっぱあっぱれですよね。あ、この人は本当にすごいけど、そうじゃなくても例えばなんかよくあるのはなんか人気だけのみたいな、あのね、ピアノとかでも誰とは言わないけどなんかすごい有名になってて、こういう業界には珍しくすごいこうお客さん呼べるみたいな人をこういろいろ言う人とかいるけど、でもとにかくそのなんか渦は作ったわけだから、その人は何かがあるわけですよね。そのこっちのなんて専門家から見たらいろいろもしかしたら問題があるかもしれないけど、その人の何かはあの渦を作ったっていうことはなんか事実みたいにね思いますし、 その影響力とかってすごいなって思いますよね。なんかだからなんかそうみんなすごいなって思いますね。みんなすごいです。そしてそんなにこう言わないしね、なんかって思いましたけどね。だからやっぱり足を運んで見ないと、そっちかな、肌身で感じないとそうだろうなって、大体は行く前にもこうかなとか思って想像するけど、やっぱり何か違いますよね、行くとね。だからできるだけね、まあでもなかなか行けない時代だったんでまあねと思いますけど、足を運ぶ頭だけじゃない人でありたいな。で昨日はその勢いですごいテンション上がったんだっていうか、なんかすっごいテンポ良かったん でお天気悪くて、っていうのもお天気悪いのもなんかちょっとこれは空いてるなと思って、いやパスポートがねもう来年切れちゃうので、で持ってたんですよ、もう書いて書類を。でなんかもう勢いで昨日申請してきちゃったっていうことですね。まあ一回行くか分かんないけど、でもない切れてるといざという時に逃亡できないっていうか、何やるんだって話ですけど、でちょっとホッとしたなっていう日でしたね、昨日はね。ということでした。なんかもう本当にまたつれづれなる話で内容もなく申し訳ありませんっていうことですね。なんかチケット取れないんですけど、どうなんだ。でもこれはあれなんだ、当日券あるんですよ。そこがめっちゃ優しいっていうか、だから根性ある人はいつか見れる。めっちゃ整理券で並んでるけどですよね。でもなんかまあなんかまあでも普通にやっても1回ぐらい当たるんでまた行けるなってっていうかね、平和で行ける日々が続くことを祈るみたいな感じでもありますけど、ということでした。終わります。そうですね、なんかだからでも学ぶことは多い。だからピアノもそっちですよね。ね、感動する、だってその感動って本当にこう数式じゃ表せないから、人を感動させるテクニックってないと思うんですよね。感動させっぽい演奏しましたねって言って一応テストに通るってことはあると思うんですけど、感動させでそこはやっぱりそっちのもう計算じゃないこう魂勝負みたいなところもあるのかなとか思ったりねします。だってもう本当に俳優さんとかも一瞬一瞬命がけじゃないですか。もう本当にすごい、なんかだから舞台好きなんですよ。なんかちょっと綺麗にコマーシャルとか出てたり、なんか軽くドラマとかやってるのとはもう違うから、その長澤まさみとかだってもうなんかもうむき出しですよ、全部。もう何もないですよね、もうそういうなんか躊躇は。死ぬほど綺麗ですけど、死ぬほどスタイルいいし、なんかもうなんてって感じですけど、でまた昨日狭いところだったのでね、池袋の
シアターイーストかなウエストかな、なんかこれだけ狭いところでやるんだって思う、あのからあの余計ね、でもそういうところでやんないとちょっと伝わらない内容だからあえてそれでやってるんだなと思いましたけど、なのでまあね、なんか行ってなんか行くの好きですね私はね、っていうことでした。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。今日は12月9日木曜日ですね。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございます。コメントありがとうございました。じゃあね。